どうもピッチピッチのテクタンと申します。ゼルダの伝説スカイウォードソード実況プレイパート33始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、前回ね、あの試練でわちゃわちゃしてなんか潜れるやついただきましたので、そう、潜ってそこに入れるところがね、あるということが前回のラストに判明したので泳いでいきたいんですけど、ちょ、泳ぎ方が下手。どうするんこれ。 A 押し込み違うな。んこうか。ちょちゃんと泳いで。え、なんでそんな勝手にさ、魚みたいにグロロロなんてしちゃうの。ちょ、え、向こう行ってよ。向こう行ってよ。というか、これどこなんです。え、あ、こういう感じで、ね、A をしっぱで泳いで。あ、その A はさ、多分、そうね、回復系ね。あの、酸素回復系ね。これね、A をしっぱで、ちゃんとバチャ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 ってしてる感じ。あ、よかったよかった。ところどころに酸素があって。お？結構、負けてる。お、着いた？着きました。ああ、勝手に浮いたし。うわ、何ここ？フグみたいなのおるやん。あ、でも前もあんな敵おったな。なんかアスレチックみたいになってるけど、そっから登れよって？わかりました。大樹の中、あ、そうなんや。中、入ったんや。なるほど。1階か、今、階層で言うと左にね、階層書いてあるけど。めっちゃ敵おるやん、嫌やな。よっ。え、怖っ。ちょっと待って。これで行くんがいいかな、このビートルで。ごめんて。よっ。これ爆発させたら。よっ。ちょっと待って。待って、1000回 L やった。しかも訪れしてる、ちょっと待って。戻ってきました。違う。マップ見てもようわからんよね、ここじゃ。まあ普通にどんどん行けばいいんかな。よっ。いやー、これ大丈夫かな。落ちたりせんかな。緊張するな。意外と大丈夫なんか。ハートはトランクでよくて。あ、ここ登れるね。うーおかね。と、種もいただいときまして。どこつながってる？ちょっとよう分からへんねんけど。え、なんかおるやー。雲？こういうのどうしたらいいの？いやー、いやー、振りほどく。いや、意外と大丈夫やった。ちょっとどいてね。バイバイ。これどこまで行ったらいい？どこまで行ったらいいです？あ、ここ降りれるね。よーしよしよしよし、休憩。一回壊しといて。おう、上にさ、そう、なんか、虫みたいなのおったんやけど、おるよね。ちょ、待ってよ。これ、パチンコでさ、落としても取る方がいいかな。あ、よし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 。おお、死にましたな。めっちゃすごい声するんやけど、誰の声なんそれ。よっ。え、当たってない？もしかして。せい。せい。よっしゃ。せい。あ、よ、微調整。この微調整が大切。うっしゃー。で、どうしようかな。とりあえず左に、まず行きまして、飛び移る。飛び移って。よし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 。で、それ取る。うん？これね、これ。取る。で、そこの虫が気になるけど、今は構っている暇はない。ガオー。で、これで、降りる。よーし。まあ、あれ、無視でいいかな、一旦。ハートちょっともらっとこうか。だって、下にもおったしね、どっかの森の辺のね、神殿の近くの森にも蜂は。こんなとこでわざわざね、やる必要はなさそうということで、ここは？あ、中やね、なんか、うわ。強そう、治るやー。せい。これ戦わなあかんの？
戦わなあかんよね。この辺まで来てくれへんかな。あ、ダメ、そういうのじゃない。いや、お、いいぞいいぞいいぞ。お、立て壊れるんや。そうなんや。あ、あ、あ、いいねいいね。怖い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 。落とされそう。強い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 。落ちる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 。あー、もう。あ、でもそこからか。よかった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 。また登ってこなあかんのかとちょっと思いましたよね。ちょ、体力めっちゃあるやん。ちょっと待ってよ、待ってよ待って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 。せい、注目の対象の名称、森ブリン。木の盾、木の盾もうないよ。壁のような大きな盾が自慢です。その盾をしっかりと構えたら警戒状態なので、むやみな攻撃は逆効果です。むやみやたらにしちゃった。なお盾を壊されると怒り狂うため危険度が一気に上昇します。え、なんか他になんか情報ないんですか、ないんですか、ないんですか。あ、死んだ死んだ死んだ。いや、いった。最後にそんなことしてくるんやめや。よし、最後にさ、捨て身タックルやる、あんな。あ、やった、セーブポイント。ちょっとセーブします。一応ここ体重の上っていう、そういうところらしい。ここからこう行くんかな。ちょっと待ってよ。いや、グオー言うてるけど走ってみて。あ、ちゃうな、こっち行きよんか。よ、あ、いや、ちょっとグーじゃないよ、グーじゃ。回転切り、回転切りがしたいでござる。行けよよ、そこ何？この巣穴みたいな。おお、ハートにお金。ん？巣穴じゃないんか、別に。入れるかと思ったんやけど、コウモリもいっぱいいるしね。なんかこういうとこって岩とか転がってきたら、なんか避けるみたいな、会議所っぽい感じがするけど。あ、これは危ない。これはこっちに行ってはいけない。よ。ん？今どこおる？あそこね。どんどん上に登っていっている感じ。あー、来た。ちょ、あのお金はいっか。あ、カブトムシ。お？なになになに？ムービーみたいなの入ったけど。バタバタなんか、羽音もするしね。木の上へと登りきりました。おー、登りきったん。ここから見渡せば、この森でまだ探索していないところを見つけることが可能と推測。え、前行ったところじゃん。旧遺族？マスター、あれは？なんでこんなとこおんの？え、なんか、髪の毛長いコンブみたいなのついてるけど、新種の旧遺を発見。先ほどからしていた音が、あの旧遺のいびき。あ、寝てるの？寝てるの？それ。え？いいんかな？え、落ちてまわへん？死んでまわへん？大丈夫？ちょ、待ってよ。ビートルの方で行ってみよう。もうちょっとで種がなくなって、まあ、これはまずいから。よ、行け！オッケー！おーじい。おじいさんな？誰じゃわしの眠りを邪魔するやつは？ほうほう、これは珍しい。お前さん、人間じゃな？ハイリア人？ハイリア人って人間になるん？わしはこの森の、を見守り続けておる、旧遺族の仙人じゃ。仙人なん？長老とはまたちゃうんやね。どうやってここまで来たかは知らんが、お前さんわしの姿が見えるのか？あ、全然見えないです。うそこけ。わしのことを物騒なもんで叩き起こしておいて、見えてないわけがなかろうが。して、人間がわざわざこんなところに何か用かの？炎はどこ？あ、何話言ってもんだけど、そりゃ炎のこと知りたかったんや。ほうほう、大事な人を探すため、剣を鍛える炎を探しておるとな。そうなんです。長さが欲しいんです。スパスパ竹切り、ちょっと頑張りたいんです。ふーむ、わしの姿が見え、炎を求める人間か。今からわしが話すことを決して誰にも言わんと約束できるか。ちょっと無理です。な、わしがせっかく教えてあげようというのに、断るつもりか。そこまで言うならね、ちょっとお話聞いてあげてもいいかもしれないよね。よし、それなら教えてやろう。みんなには内緒だぞ。
お前さんの探しておる炎とはおそらくフロルの炎のことじゃろ。なんかそんなこと言うてた気するんやけど。フロルの炎、それは遥か昔、女神様がおられた頃のこと。このフィローネの森を治める大精霊水流様に授けられたものじゃ。泳げるようになったんが水流のなんちゃらじゃなかったっけ。のろしが何やらいつの日か空から来るもののために女神様が残したものだという。ひょっとするとそれがお前さんなのかもしれんな。空から来ました。いいじゃろう、水流様に会ってみるがいい。あそこ見たとこ見たとこ、そこ、この森の南にあるとても大きな湖、そこに炎を守る水流様がおられる。しかしその湖に通じるもんはよからぬものが入れぬよ、固く閉ざされておるのじゃ。知ってるよ。特別にお前さんに開き方を教えてやろう。もしかしてダンスとかするんですか。門に刻まれた模様、これに女神の力を注ぎ込むのじゃ。女神の力、ただしあの模様には欠けているところがあり、それを満たさなければならん。何言うてるん。欠けた部分がどんな形かを知るには門と同じ模様を探す必要がある。南の対になるのは北じゃ。この×印の近くを調べてみるがいい。あ、はい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 、神殿のあるあたりのところね。ここね。え、立てとく？これも消していいよね。ここやったもんね、もともと行きたい場所って。どうじゃ、模様の場所覚えたか。バッチリ。それじゃあ気をつけての。まあ、行ったことあるからね。あ、なんすか。ちょっと待て。後ろから見たらそんな感じなんや。言い忘れていたが、水流様はとても気ぐらいの高いお方じゃ。くれぐれも失礼のないようにな。機嫌が悪いといきなり食われたやつもいるくらいじゃからの。バトルですか。もしかして嫌なんですけど。わしがフロルの炎のことお前さんに教えたって絶対に言うなよ。わし、まだ食われたくないからの。あ、別に僕じゃなくてあなたが食われるんやったら、まあ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 考えときます。せいぜいお前さんも言動に気をつけることじゃん。わしはまた一眠りするわい。それじゃあの。あら、せっかくこれ、ね、登ってきたけど結局、またいびきかいて、結局、この一生懸命登ってきたの降りるのね。どうしよう、一回ちょっと戻ってからよいしょ、降りる方が、こっから降りるんが近いんじゃない。あ、なるほどね、だからこここんな出てるんや。せい、パラショール、ナイス、うまっ。え、ここの上でしょ。え、パラショールうますぎでしょ。誰でもできるとかそういうこと言っちゃダメよ。で、ここで模様を見つける。あ、これのことか。これ丸ね、見つけたけどどうしたらいい。あ、ファイが主張してる。これが先ほどの仙人が言っていた模様である確率 80%。 形状を記憶することを提案します。これこれでいい。これで記憶できる。あ、私が勝手に頭の中で覚えとけばいいっていう、そういう話？それだけ？はあ、丸ね、丸。月二重と丸ね。じゃあ、こっから、遠いなぁ。頑張って、じゃあ。いいよ。そこまで行きましょうかね。到着しました。ここですね。これ。あー、またファイが主張してますね。マスターリンク、この門の先に炎がある確率 80%。 旧遺族の仙人が話していた欠けた模様を満たす女神の力とはスカイウォードと推測されます。でも私やったよね、多分。門の前で剣にスカイウォードをため模様を描いてください。え、描く？え、描くってどうすんの。こうして、え、描くって何？あー、ちょっと距離があったんですね。剣で描く ZR。 ん？この辺やろ、この辺。
6つ。6つ。ちょ、待って。ちょ、ずれてない？大丈夫？これでいい？きったな。あらかた合ってたらええやろ、みたいな。ザル警備もすぎるよ、それは。難しいからしゃあないよね。ということで開きました。やった、ついにここ行けますよ。ハートは別にいらないね。どうしたらいいんこれ。それ、こういうこと。あ、これでいいの。勇敢すぎるでしょう。イルーリュフロリア湖。はあ、これどこ行ったらいいんやろうね。ああー、広がった。はあ、はあ、そうね、火山とかもまだ行けるとこいっぱいありそうな感じしてたもんね、マップ的には。なるほど、泳ぐ。あ、そこね、なんか魚おったな。よ、ちょっと視点が、なんかあんま良くないんやけど。あー、なんか、素材がありますね。いただいていきます。あ、もういいです。なんかそれ余計持ってるし。すぐ諦める。ちょっと待って、これどこ行ったらいい？この奥か。よ、あ、これもう勝手に進んでる。排水溝。いる？水流様。想像と違う！ラゲーゲ、また人間がやってきた。ここは無視して気づかれる前にいなくなろう。なんかした方がいい？なんかやっつけといた方がいいとかある？あ、別にそういうわけじゃない？なんなんやろこの人。行っちゃうけど、追いかけた方がいいんかな。あ、普通に奥行けばいいかな。もうこの人スルーでいい？そこなんか穴開いてそうよね。あ、あなたしつこい。これ以上ついてきたら水流様に言いつけるよ。どうぞ。え、私その隙間入れるかな。ふう、ここまではさすがに入ってこれないだろう。悔しかったらここまでおいで。えらい古典的な、なんていうか。え、ほんまに来れへんや。あ、スピンでもできないとここまで来れないだろう。スピンってどうやってしたっけ？なんかしたで、前。前下で、なんか勝手にしよったで、リングが。よっ、あー、できた。なんか L 押し込みでできました。ゲゲ、なんてこった、人間のくせにそんな技が使えるなんて。あれ、それ水流の鱗ということは、水流様が昔言ってた女神様に導かれし死者。あ、もしかして、あなたなら水流様を救えるかも。え、救えるってどういうこと？なんか、危険な目に遭ってたりすんの？合わせてどうした？実は少し前のことですが、変な奴と魔物が現れて水流様を襲ったのです。え、誰やろ？ギラヒムかな？ゼルダ連れていた黒い人、名前忘れた。水流様すごく強くて、ほとんどの魔物食ってしまわれたのですが、あまりにも数が多くて、その変なやつにやられて怪我してしまいました。もうお腹いっぱいになったんかな。リンク大丈夫？息続いてる？怪我を治すには何でも水が足りないとか。ぜひ水流様に会ってお話を聞いてあげてください。私が水流様のところまで連れて行ってあげます。優しい。ラゲー。はあ、水足りないって。水いっぱいあるけど、この水じゃダメなん？なんか綺麗な水じゃないとダメとか、蒸留水じゃないとダメみたいな。贅沢。うわー、あのね、ひっつき虫あるやん。あ、これスピンは自分でやれと。自分でやれと。これスピンのただ説明なんかあったっけ。あ、ちょっと待って、セーブポイントあるやん。セーブポイント、しかもなんか爆弾でなんかできそうなとこあったんやけど、鳥のモニュメント、ちょっとセーブします。爆弾で壊せそうなところあったけどさ、どこ行った？ね、あの人どこ行った？ひー！セーブポイントとか言うてるから、え、どこ行っちゃった？ちょっと浮いた方がいいかな？ちょ、浮いてみて。あ、こいつを爆発させればいいんか。なるほど、なるほど。そっかそっか。
あ、どこ行った。でも普通にどこ行った。よいしょ、これ爆発する。オッケー。こんなステミタックル背中あんの。お、え、フィローネの森、だいぶ広がったけど。いや、素晴らしい。水流様、この先です。しっかりついてきて。あ、それでよかったの。あなたどこにいたの、その間。で、イエーイ。あ、でもさ、体力減ってない。ハート、待って、どこ行った、どこ行った、どこ行った。この先です、じゃないね。どこ行ったね、どこ行った。はぁ、迷子。ん、ちょっと待ってよ、よ。あ、あ、いた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 。こっちこっち、早く早く。通れない。人間って不便な生き物ですね。上から通ったらどうです。上、上、ちょ待ってよ、上って言われてもな。上からどうやって通んの。あの人は何、この人声かけれる。あ、声かけれる。パラゲ族、人間。あ、スピンジャンプ知らないです。水面に向かってスピンしたらかっこよくジャンプできるぞ。なるほど、それをしようってことね。水面に向かってスピン、どういうこと、どういうこと。あ、そういうことか。下からってこと。下から、待ってよ、水面に向かって、ちょ待って、むず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 いって、ちょ待って、むずいって、むずいって。一回下行って、そっからこう上に行って、水面に向かってスピン。あ、なるほど、なるほどやけどさ、そこ狙うむずない。ちょっと待ってよ、どこや、どこやったっけ。あ、そこね。ちょっと待って、一回沈んでよっ、こういう感じね。6つ、もう一回ここまで来て、よいしょ。いや、むずいって、むずいって、ほんまにわかる。その狙うんがむずい。ちょっと待って、勝手に視点を、視点を勝手にさ、入るんやめてほしいんやけど。勝手に視点が変わるんやって。あ、これいけそう。あ、惜しい、惜しい。ちょっと褒めるとこ、今の。惜しいねって。惜しいねってことあん。褒めるとこ。ちょ、待ってよ。こうして、こんなスムーズにいっとる人、どれぐらいおるんやろうね。いや、あれあれあれ、ここじゃない。ここじゃない。ちょ、待って、もう。もう、むず、むつ。この下まで潜らんでいいんかな、別に。せーい。もう、しよう、しよう。ちょ、待ってよ。試行錯誤。この辺で、あ、普通に、普通にすぐ近くでよかった。おー、さすがですね。いや、あなたが、じゃなくて、水流様の鱗が、もう褒めてよ、もっと私のことを。すごいんですけどね。で、どこ行くん。で、どこ行くのよ。お、これもまたここ、僕通れへんよね。ってことは、ちょっと待って、こっから効果があるほど。あ、またモニュメントありますね。ここにも降りてこれるっていう感じなんかな。うわーい。あ、だから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 、ちょっと待って待って待って。じゃあちょっと今日は時間いい感じやと思いますので、ちょっと宝取ろうか、とりあえず。あ、女神キューブある、女神キューブ。そっちも行きたいよね。ちょっと開けてみようか、とりあえず。なに、なんかええもんがいいな。おー、なんかめったに見られないと噂の。よ、その女神キューブあるとこってどうやって行くんやろ。あ、普通に行ける。ようけさ、斎藤からいいけどさ、ハートの花。そのスライムをスルーし、華麗にスルーし、そこのマガタマを取り、女神キューブを送る。オッケー。
いですね。ああ、なんか、1ルピー落ちとるんやけど。いや、どっから出てきた草からか。この辺におるんかな？フィローネの森。どこに繋がってるんやろうね。よいしょ。ということで、じゃあまあ、セーブポイントもありますので、どこ行ったらいいや。うん、そっち方向。ああ、待ってるね。まあ次回また追いかけてっていう感じにしましょう。これ空戻れるんでしょ？あ、戻れそうですね。フロリア湖内部。うん。はい、ということでじゃあ今回はこの辺りに終了。この辺りで終了して次回ね、またついていきたいと思います。ということでご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。